うん、じゃあ冬アニメもそろそろ1話みんな公開したから、事前の不安動画のある程度の、まあ、答え合わせみたいなことやっていこうと思います。まあ、軌道修正できるものは軌道修正していこうかなと思います。まあ、結論から言うと、マホフィルムの外科医エリーゼ、まあ、サイゲー&大張監督の勇気爆発ブレイバーンさん、水上先生の戦国陽子、まあ、ナロー関連の最強タンク即死チート、あと横浜アニメーションラボと百瀬雄一郎さんの魔女と野獣先輩、まあ、この辺はまあ大丈夫じゃないかなと思います。1話見た限り、いや、ちゃんとそれぞれの制作スタジオで持ち直し始めてたり、新鋭が出てきてんなってのを感じた。まあ、一つ一つ語っていくと、まあ、外科医エリーゼは、まあ、兄折りとか入れつつも、まあ、主人公の、まあ、食材意識や善良性みたいなものが見えてきて、まあ、うまい補完だったと思うし、今までマホフィルムの Y 監督に対して、まあ、ナローで食ってたのが、まあ、ここら辺で、まあ、羽原久美子監督の、まあ、少女漫画系女性向け系で舵切ってんのかなと思う。青の身風呂ってやつもあれ一応女性向けっぽい感じだし、まあ、エリーゼに関しては結構レトロなんだけど、ちゃんと少女漫画っぽい感じでやっていけるんだったら全然問題ないと思う。まあ、サイゲの勇気爆発に関してはまだ不安はあるけど、俺はあれマージナルサービスやウマ娘3期みたいになると思ってたから、まあ、ゾンサガ1期やメイド戦争やウマ娘1期みたいなノリに、まあ、感じるので良かったと思う。うん、あとまあ戦闘シーンはリアルロボも、まあ、ブレイバーも良かったと思うし、まあいいんじゃないですかね。うん、戦国妖子はさ、いや真面目に作られてんなと思った。うん、まあ、キャラデザインは結構簡略化されてるけど、まあ、それでも、まあ、弾やシャクガンといったヒロインたちが可愛いから、まあ、まあ、プラスになってる部分もあるし、戦闘シーンも良かった。まあ水上聡先生がスロースタートだからそこら辺もあんのかなと思うんだけど、まあ、戦国妖子に関してはみんな見ようぜ。最強タンクに関しては、あれこれ、まあ、スタジオポルンがかなり頑張ってんなと思うし、まあ、今期だと意外と真っ当にバトルするナローって意外と少ないから、まあ、僕やばと並んでのんびりやっていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、女の子も可愛いしね、ちゃんと。即死チートは大当たり監督に当たったんじゃないかなとも思いますよ。1話の冒頭の浅香さんパートで何を感じ取るかだと思います。あれ、アニオリじゃなくて、ね、時系列シャッフルですからね、あれ。まあ、即死チートに関しては、まあ結構テンポは早いんだけど、まあ要所要所かなりうまくやってると思うから、まあ、まあこれは大丈夫だと思いますよ。不安なのは、まあワンルーム、天使付きの、まあ春にやるやつなんですけど、まあそれはまあいいか、うん。あと、魔女と野獣先輩はかなり強いですね。まあ、ところどころ横浜のパワー不足みたいなものは感じるんだけど、まあ、ちゃんと1話で、まあ、最初のエピソードもやってるし、まあ、キャラ紹介もやってるし、まあ、ところどころダークファンタジー的なおしゃれ演出が本当に光ってて、まあ、なかなかやるじゃないかっていう。マガツバールファイトへのリベンジを感じた。いやね、戦国妖子とね、魔女と野獣先輩は、なんかね、動画の再生数伸び悪いんだよ。みんなちゃんとゼロ話切りやめようよ。タマもギドも可愛いじゃんかよ。まあ戦国妖子は2話で仲間になるシャクガンってやつが、まあ、シンスケの嫁だからいいよ、うん、まあこの辺は大丈夫だろうなって思うんだけど、まだ読めないのがいろいろあって、ナマラメンコイ、マッシュル2期、モフナデかな。うん、まずモフナデに関しては、 EMT スクエアードが神活の作者の人とか、まあ高橋夏子さんとか、ジャンルに合わない人を連れてくる癖があるんだよね。うん。いや、神活や星屑テレパスは面白かったんだけど、癒し系ナローにこの人たち連れてくると、うかつくイキリになるから、まあ絶対噛み合わせ悪いから、まあそこら辺の不安感はあるんだけど、まあモフナデに関しては、まあ結構生態系的な苦悩とかあるんだけど、まあそこら辺のシリアスパートをプロモーションビデオでやってくるから、まあ意外と真剣にやるんじゃないかなと思います。うん、あとはまあ声優はかなり当たり引いてますね。うん。まあネマは角間愛さん、まあ角間地さんのおかげでだいぶ可愛いキャラになってると思いますし、あと1話の時わかんなかったけど、まあネマのパパの古谷徹さんもかなり良かったね。うん。まあアムロレイとか、コナンのアムロさんとかのキャラなんだけど、まあネマを溺愛しつつも、政治関連に関しては、やっぱアムロの人だなっていうのがよくわかるし、まあ、ここら辺のメリハリの付け方とか、まあ、古谷徹さんだからこそ、まあ、子供たちを溺愛しつつも、まあ、異世界の苦しさみたいなものもあるっていう、
なかなか良い立ち位置だったと思います。うん、マジで、外れ脚本、噛み合わせの悪い脚本家を連れてこなかったら、まあ、良作のまま終わるんじゃないですかね。うん。うん。まあ、次、生ラメンコイっていうか、まあ、シルバーリンクくん系列なんだけど、まあ、去年やらかしてるからね。うん、去年の冬に延期やらかしまくってるから、そこら辺どうすんのかってのはあるんだけど、ただ俺ね、シルバーリンクくん大好きだから、まあ、ブレード系列とか、まあ、コネクトとかも、なんかパッとしないだけで、まあ、決して悪いアニメは作ってないと思うし、ササピーに関してはあれこれ言ってる人いるけど、まあ、シズ御前を、今後の展開、まあ、ぶっちゃけあいつ仲間になるんだけど、まあ、仲間になるやつが主人公の同僚を殺しまくってたら、まあ、なんか心情悪いから、そこら辺、ヘイトコントロールしてんのかなと思うし、まあ、佐々木さんバーサス、まあ、シズ御前は、まあ、まあ、良かったんじゃないかなと思うよ。まあ、望まなくしも、ラグナクリムズもいい感じだし。うん。まあ、生ラメンコエもさ、まあ、作画はいいんだけど、ただあれは、サブヒロインの扱いに失敗してる作品だから、まあ、そこら辺どうなのかなと思う。まあ、ただ、生ラメンコエに関しては原作が崩壊するのが2クルメ以降だから、まあ、一気で売り切るんだったら、まあ、ボロは出さないんじゃないかなと思いますよ。あと、ブレードは別に外れ制作じゃないからね、あれ。村人 A とかも、まあ、作画は良かったからね、うん。まあ、シルリンは応援してます。次、マッシュルね。うん。マッシュルは本当に複雑。オープニングは確かに面白いんだけど。うん、っていうか、河本先生はもう、まあ、ギャグのやった方がいいんじゃないかなと思うんだけど、次回作は。もうライバルアンデラだけじゃないからね。俺レベやチューマフォーもライバルだからね。もう、水しのもウサともう筋肉バカだし。まあ、ウサとはもう筋肉巨人の変例見せてるし。まあ、今期は、フーコ、水しの、ウサと、ユミエラと筋肉の悪魔がバッコしてるクールだから。いやまあ、フーコがムキムキになるのは、まあ2期必要だろうけど、あと何度も言ってるけど、絶対作画は俺レベの方に気合い入れてるから、あれ絶対。あとはまあ、コメント欄にもあったんだけど、約束のネバーランド2期みたいに、まあ一気にすっ飛ばしてラスボスぶっ飛ばして終わるんじゃないかなって不安はある。まあだってこの作品引き伸ばしで苦しんでた作品だからそれぐらいやってもいいんじゃねえかって思うからね。うん。まあそういう意味でもマッシュルはまあ警戒対象って感じ。まあそれでも鬼滅跡を埋めてくれた作品だとは思ってるけどね。うん。最後ぶっちぎりマジ本気人。宇都宮監督の部分はいいと思うんだよ。うん、SK8 とかもなんだかんだ面白かったし、まあなんとか退屈させないフィルムを作ろうという、そういう意気込みは詰め込まれてるのを感じるし、ただね、マッパってのが不安要素だね。いやさ、余裕がある時にギャンブルやるんだったらいいんだよ。余裕ないじゃん、マッパ。女性向けの人たちも、まあ呪術廻戦とか、忘却バッテリーとか、まあそれこそ、有利の劇場版どうなったとか、まあ、マッパってのが本当に、不安要素ですかね。風船空気入れゲームをやってるって感じがして、まあ怖いっすね。プロジェクトナンバーナインくんとかも結構怖かったけど、まあ今期の友崎くん2期はかなり安定してるラインだし、まああそこはまあゆっくり立て直せばいいと思ってんですけど、今やばいのはシルバーリンクでも、8ビットでも、プロジェクトナンバーナインでもなく、演技やマホフィルムでもなく、マッパが一番やばいと思います。忌憚のない池ってやつっす。というとこっすかね。まあ、総合してさ、今期はね、安定してる方だと思うんだよ。ゲイアニメと、まあ、少女向けアニメと、エロアニメと、ナローが多いだけで。まあ、こいつらを楽しめるようになれば、全然幅は広がると思うし、まあ、なんとかみんな頑張ってほしいと思います、本当に。以上です。